はい、では出たカード5ボックスのやつを全部まとめてみました。はい、まずこちらフラッグがこんな感じでした。2枚ダブりました、京也が。なんか13周ぐらいあるらしくて、そのうちのまだ4周ぐらいです。ここで、はい、そしてゲットトレジャーが1ポイント出たのは嬉しかったです。では上勝ちからドラム・ザ・フューチャーが1枚しか出なかった。本当はこれがね4枚ぐらい来るかなと思ったんですけど、まあ、これから集めていきます。はい、そして天部が思いのほか出てくれて4枚ぐらい出ました。まあ、4枚手に入れたって感じです。キャプテンアンサーが3枚ぐらい出たので嬉しかったですね。ハードバーンが1枚しか出ませんでした。まあ、これからサルベージしていく予定です。はい、オルトロスが2枚です。初日で2枚。はい、そしてリゲルが2枚ですね。バーニングホールが3枚。思いのほか少なかったですね。はい、それではガチレアの方を紹介していきます。バディソードが2枚。もうちょっと欲しかったですね。はい、コールスーパーマシーンが3枚。まあまあ出てくれました。はい、ガンズナックルが4枚きちんと揃えました。はい、星降る夜が2枚。マセティックが3枚。カラミティジェーンが3枚です。ミリオンナックルが結構ダブってて5枚ぐらい。一番のダブりですね。そしてオーシラガルド、まあ、リオーデン的な感じ。リオーデンじゃないけどレジェンド版の、はい、が2枚。もうちょっと欲しかった。タコスケが3枚です。あと1枚で4枚になります。で最後にこのシークレットが2枚ずつです。はい、アジダハーカが2枚来たのはいいっすね。アジダハーカだいぶ価値下がったと思うんで、今ならシングルでもいけそうな気がします、このパックは。まあでも当てるのはやっぱ嬉しいっすね。ドラゴンアインは使うかどうか今ちょっと迷ってます。まあ、強いっていう感じのやつが評価が高ければ使うと思うけど、まあそんな感じです。まあ、今回はまだちょっとこれ欲しいんですけどね、フューチャーが。もうちょっと、まあ今回は初日こんな感じで出ました。ではご視聴ありがとうございました。また見てください。